高倉山高倉山は、三重県伊勢市の伊勢神宮下空の敷地にある山域の総称。高倉山円形高倉山は、伊勢神宮の下空の旧域周辺の交差山、比州山、ガリサワガミネ、佐野木山、大東山などで構成される山域の総称であるが、標高117メートルで最高峰の比州山を高倉山と呼ぶことが多く、国土地理院の地図上では比州山山頂が、 高倉山とされている。日周山の山頂には、高倉山古墳という円墳があり、山域には他にも古墳が存在するという。古くは甲賀佐山、甲座山と呼ばれていたが、座を倉と誤って読まれたため、高倉山になったとされる。古くは、神宮式年仙宮での溶剤を供給する、おそま山であったが、日の木が枯渇したためおそま山は、 木谷へ落ち着くまで数道を変遷している。大正末期より上地山、島地山とともに高倉山での檜の植林が行われ、2125年頃より仙宮に使えるようになるという。山林の保護のため、昭和50年代から高倉山への入山が禁止されている。高倉山古墳古墳時代後期の円墳で、 噴球の小道が32メートル、高さが8メートルだが、噴球に見合わない全長18.5メートル、高さ4.1メートルの両袖型の横穴式石室を持つ。長さ9.7メートル、幅3.3メートル、高さ4.1メートルの原室を持つ。鎌倉時代には洞窟されていたと考えられている。神宮の敷地内にあり、室町時代末期から、 江戸時代末期までは天岩戸として参拝の対象となったが、高倉山への入山禁止により見ることができなくなった。当初は7世紀に作られたと考えられていたが、1975年に行われた発掘調査の結果、6世紀中頃に作られた古墳であると推測されている。この調査で、末期、はじき、バグ、鉄刀、トース、玉類などが出土した。 ありがとうございます。